身長差カップルって萌えですよ萌え。手とかつなぐと人で変な想像しないで。けど星川と並ぶと普通の男じゃ親子か兄弟になっちまうな。やりにくいこともありますよね。例えばそれ以上言うんじゃねえ。お、せーはあ、どうせロリコンよロリコン。うんうん、そんなことないと思うけどな。真冬さん、愛があれば慎重さなんて。だから私は別に。さあ今日も楽しく働きますよ。店長、女の子落とすなら壁ドンだよ。さあ私の実力を見せてやりましょう。ごめん、私こんな悲しい壁ドン初めて見ました。おー。